まあ、難しいところなんですね。はい、2番、あの見た目にもひねってから回ったのか、回ってからひねったのか。さあ、中国です。ゆかの演技は李炎です。今年3月のモスクワニュースの大会で9位に入っています。規定ではこのゆかで 9.587。 抱え込みのムーンサルトで入りましたけれども、この選手は今年の春行われた日本の国際スポーツフェアに来日した選手ですね。ですから、まあ、世界選手権で大きい大会は今回が初めてだと思いますよ。中国は陳翠生、楊波、王文生、韓哲、マッセ、そしてこの李炎、ソウルオリンピックに代表メンバー6人のうち今回4人残りました。まあ、中国の典型的な選手のこのタイプですね。手足が長くて柔らかくて細いと。ただ一見そういうところで、あの中国の選手体力がない、あのスタミナがないというふうに言われがちですので、うん、今回どの辺まで粘ってくるかというところですね。やはり最終のサンプリングが2回ひねりというのはやっぱり物足りないですね。やはりあの最後にあの難しい技を持ってくるというのは、ですから最近の体操というのが